さあまず頭を落とします。頭を落とすときはね、このヒレとこのヒレをつないで落とすというふうに覚えておくといいですね。でここのところが美味しいので、こう切っちゃうともったいないんですね。なのでこう切るように、でこのヒレとこのヒレをつなぐ線をこういうふうにして落とします。でちっちゃい魚ならそのまま落とし切ってしまってもいいし、今日は少し大きいのでひっくり返して、でひっくり返した場合もここが美味しいというふうに覚えておけば、このヒレ、このヒレとこのヒレをつなぐところに包丁をこう入れてこう落とせば、こんな感じで綺麗に切れますね。でこれは例えば大根と一緒に煮たりとかいろいろ使えますので置いていきます。で次に3枚におろしていくんですけども、ここにこう包丁を入れていくんですが、まずはこの皮を切る、こうですね、包丁をこう入れてこうまっすぐ入れて皮を切ります。そうするとこの包丁を入れやすくなるんですね。で包丁をここからこの今切ったところから包丁を入れてこうやって切っていく。音が聞こえますか、こう、この音、この下に骨を感じながらこうゆっくりでバンってやろうと思わなくていいので、ゆっくりで構わないのでこうやって下に骨を感じながら切っていく。今ここまで切れたわけです。そしたらひっくり返してこの背側も同じように包丁をスッと縦にこう、こういうことですね、こうやって入れていく。そしてまたここにこういう感じで包丁を入れて、ほら綺麗に下ろせてますでしょ。そしたら今こっち側からとこっち側から包丁が入りました。もうあとはここがつながっているだけなので、骨のところを外します。こう包丁を入れて尻尾に向かってスッと外れました。であとはこう頭に向かってこのつながっているところをただこうやって切っていくだけですね。なんか大きい魚は大変なような気がするんですけど、全然大変なことないんですね。こんな感じでまず2枚におろすことができました。ではもう半身もおろしていきます。ひっくり返して今度はですね、ここに先ほどと同じようにまた包丁目をとこういうことですね、入れていきます。だいたいこの端から2ミリぐらいのところで、ここにこう包丁の入れ口というのか、包丁を入れる場所ができたので、ここに包丁を入れて、また下に骨を感じながらゆっくりで構いませんので、下ろしていく。でこっちも同じようにこうやって包丁の目を入れて、そしてここから下にこう聞こえますかね、この音、こうピキ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 っていう音が聞こえます。でまた先ほどと同じように尻尾に向かって包丁を入れて外す。もうここまで外れてますからね。あとはこの中をくっついてるところをこうやって外していけばいいんですね。よいしょ、こんな感じで骨と身と3枚に、3つになるから3枚ですね。でここのところに腹骨がついてますので、もうちょ、タイとか骨が硬い場合はこう逆さ包丁といってちょっとここピュッと切ってあげるといいです。でもちっちゃい魚だったらこのまま包丁入れて構いませんので、薄くこう削ぐようにこうやって骨もゆっくりで構いませんから、こんな感じで。でここなんか美味しいところなので全部切り落としてしまうので、この骨のところだけで最後はこう包丁立てます、ね、でこれはこれも洗っとして使えますのでこっち置いときましょうね。
い、できました。こんな感じですね。もうこのまま煮たり焼いたりいろんな料理に使っていくことができますが、お魚ってここの腹骨とあとここにも骨が入っているんですね。なので骨が気になるような場合はこの真ん中のこの骨も取っていく必要があります。その場合はこういう骨抜き、あまり触ると身が温まってしまうのでトントントンと触ってこの骨があるなっていうところをヒュッとこんな感じでどんどん抜けていきます。骨をこう立てるような感じでやると抜きやすいです。こう引っ張るというよりはちょっとこっちにこうグッと引っ張るような感じにしてこうやって抜いていきます。小さいお魚だったらビュー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 と抜いていきますけど、もし大きいお魚でこのまま柵にしたい場合は包丁を入れてこの骨に沿って包丁をギュッと入れて、背側と腹側、大きい魚でしたらもうこの骨の脇にこう入れてしまって、今は抜きましたけどもうスッと落としてしまって、ここはここでアラとして使えばいいですからね、煮物にしたりね。その場合はこんな感じでこういう風に落としても構いません。ここで皮引きたい場合はこっち皮目ね、こう手で持ってちょっと引っかかりを作って、そしてあの包丁をこう入れてこんな感じでこっちの皮を左手で引っ張ってこうやってぐーっとこれで皮取れますので、そしたらもうこれお刺身に使えます。レバーを使うときはこうテコの原理で、全然力を入れる必要はないので、叩いて切ってきます。この付け根のところを外す、もうすぐ外れます。こんな感じで、こういう風に割ることができます。オーブンで焼いていきます。